線量計の一種であるシンチレーション検出器による放射線量の測定性置き型線量計とは放射線の線量を測定する機器である。放射線の量に比例して検出器が物理的に変化するような物理的原理を用いたもので簡単なものから複雑なものまで目的や用途などによって使い分ける。放射能の測定や放射線関連の労働者の総被爆量の管理などに 用いられる。放射線放射線の検出、測定も参照のこと。ガラス線量計やフリッケ線量計などは古くから知られており、電離箱でも放射線の電離によって生じた電流から、照射線量が求められるほか、空洞原理によって吸収線量を求めることが可能である。一方、個人用の被曝量管理としては、 フィルムバッジや熱ルミネッセンス線量計などが古くから用いられている。他にも放射線の電離によって生じた蓄積電荷量から消被爆量を推定するポケット、線量計も古くから用いられているが、最近はデジタル式の半導体検出器を用いたものが主流になってきている。各施設などにおける高線量区域での労働者の作業では、 被爆量を管理するためにガイガーミューラー係数管や反動体検出器などの電気信号を積分することによって線量に換算し、一定の式位を超えると警報を発するようなものが用いられている。ありがとうございます。